さあ、1年ぶりまたこの日がやってまいりました。2022年度白岡バンドフェスティバル、これより開催いたします。はい、すいません、本日司会進行させていただきます、野崎と申します。よろしくお願いします。そして、今日はアシスタントの、はい、私吉田佳代子と申します。初めてです。どうぞよろしくお願いします。ということで、進めさせていただきたいと思っております。ではですね、コロナのこういう状況で、なんとか、今日開催できたことですね、これをまず皆さんに感謝、したいと思います。皆さん本当にありがとうございます。はい、ではですね、今日前の方にご来賓の方々がいらっしゃっておりますので、でまず、ちょっとご挨拶をですね、していただきたいと思います。ではまず最初に、白岡市長の、藤井様、よろしくお願いします。すいません、では前の方にお願いいたします。皆さん、改めましておはようございます。紹介いただきました白岡市長の藤井でございます。よろしくお願いいたします。本日は白岡バンドフェスティバル、このように開催されまして誠におめでとうございます。そしてまた、ご案内を賜りまして本当にありがとうございます。今回で第9回目とお聞きしております。本当にこのフェスティバルもですね、なかなかエントリーができないというふうに聞いておりますので、本当に回を重ねてですね、このような会ができるということは本当に、嬉しく思うところでございます。先ほど司会の方からですね、コロナの中でということでございました。まさに白岡市もですね、このところ一進一退でですね、増えたり減ったりということで発表がありますけれども、皆様にはですね、基本的な3密を避けたり、手指の消毒ということで基本的なことは今まで通りお願いしたいと思います。そしてまた今日はですね、実行委員の皆さん、そしてまたボランティアの皆さんがこのように、設営をいただきました。日頃のですね、皆さんの活動に改めて感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そしてですね、私から一つだけ、嬉しい報告というかですね、先だってフジテレビで所ジャパンを見ていただいたと思うんですけれども、我が白岡市がですね、埼玉県のですね、麺グランプリ取りました。白岡麺ということでですね、白岡市がまさに、今回のですね、4市の中では伸びしろがあるということで、評価をいただきまして、栄えあるグランプリということになりました。本当に皆さんのおかげだと思います。またこれもですね、さらに復活をさせていきたいというふうに思っておりますので、また皆さんからですね、ご協力を賜ればと思っております。本当に白岡で、夜間音楽会がこのように開催されて皆さんに元気を届けていただくということを毎年皆さんと共にですね、楽しみにしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。そして2つだけ、お願いがございます。1つはですね、コロナに負けずにこの夜音でですね、皆さんでコロナを吹っ飛ばそうではありませんか。もう1つはやはり白岡市民に元気を届けていただきたい、そのように思っております。それではですね、本日の白岡バンドフェスティバルが盛会に終了されること、そしてまたご参加の皆様のですね、ご健勝ご活躍ご記念申し上げまして、花々簡単ですがご挨拶をさせていただきます。本日は開催誠におめでとうございます。藤井市長、ありがとうございました。はい、続きましては、白岡の、教育委員会教育長の、長島様からご挨拶をお願いいたします。では前の方によろしくお願いします。
皆さんこんにちは。白岡バンドフェスティバルの開催、誠におめでとうございます。そして白岡市のふれあいの森公園にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。自分たちの演奏を楽しむことはもちろんですが、他の団体の皆さんの演奏もよく聴いていただいて、その良さを感じ取り、自分たちの参考にしていただければと思います。最後になりますが、誠にバンドフェスティバルの開催おめでとうございます。今日は大いに楽しんでください。よろしくお願いします。長島区役所ありがとうございました。はい、では続きまして、埼玉県議会議員の、岡様からご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。毎年私はこのフェスティバルを楽しみにしています。昨日も、Facebook で準備状況、設営状況を発信してくれました。今日は間違いなくできるんだなという確信を持って今日は楽しみにしておりました。本当に皆さん屋外で野外で元気いっぱい音楽を楽しむってことは本当にいいことだと思います。市長もいろいろ詳しい話をしてくれましたので、私は簡単に終わりにしますけれども、今日の天気、去年はもう暑くて暑くて大変で、その後大雨になったということですので、今年はこのまま最後まで天気が持ってくれること、そして最後まで盛大に皆さんと楽しめることを楽しみにしております。では今日のフェスティバルが最後まで成功に開催されますことをご記念申し上げて挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。岡様ありがとうございました。では、続きましてです、ではですね、議員の方々が、いらっしゃっておりますので、続いては、白岡バンドフェス実行委員長の竹内の方から、紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。では議員の皆様のご紹介をさせていただきます。お名前のみのご紹介とさせていただきますが、お名前を呼ばれましたら恐れ入りますがお立ちいただいて、ご挨拶いただけ、簡単にお送りいただけたら、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず白岡市議会議長江原博之様。準不動となります。白岡市議会議員大島努様。よろしくお願いします。おめでとうございます。白岡市議会議員野々口真由美様。白岡市議会議員石沼あゆみ様。白岡市議会議員中山博子様。白岡市議会議員渡辺総一郎様。白岡市議会議員石渡正弘様。白岡市議会議員石原富子様。白岡市議会議員斉藤真嗣様。白岡市議会議員中村忠様です。はい、以上でご来賓の皆様のご紹介でした。ありがとうございました。